はいどうも、ムジカです。ということで、記念すべきポケポケで2本目の動画です。はい、ということで久しぶりですね、こうやって動画撮るのは。ちゃんとね、先日ですね、ガチャ引き、ガチャっていうかこのパックを回復した動画を上げたんですけど、まあ、課金としては10万円分今課金してる状態です。そこからとなんだかんやゴールドが揃うまでやったんかな。でポケゴールドが2083ですね。実際買ったのは3577だったんで、1500ゴールド分ぐらいは使ったっていう感じですね。ただまあ実際なんかそのパックとか引いてたら、あのレベルがアップして、ゴールドとかねおまけでもらえたりしたんで、実際もうちょっと引いてる気がします。はい。で実際今枚数としては3000枚、カード3000枚達成しました。おめでとうございます。7万円ぐらいを使ったのかな。3000枚なんで、1パック5枚だとして、5枚だよね。ちょっと1枚引いていいですかね、1回。お、マジで、マジか。おお、あ、帰る。おーとか言っちゃダメですね。ありがとうございます。ということで5枚だからな、だから600パック分ですね。600パック分引いたということで、ちょっとねどんなレアなカードがあるか見ていきましょうということで、で実際3000枚あるんですけど、ダイヤが226分の210 221、このダイヤがまだあと5枚欠けてる状態ですね。こことかだ、誰か教えてください。ここの35と22と35と79 104 117、まあこの辺かな、がまあ出てないと。はい、まあこれ交換すれば多分ゲッ、まあ、揃うんですけどね。ここからが、まあ、ゴールドですね。クラウン、いやーかっこいいなーゴールドで。これねエフェクトがね入手できるんですけど、このね出した時にどうこう出した時ファーンってなるやつですね。これを変えるにはね1枚必要なんですよ。だからゴールドを被らせないといけないというね、なかなか鬼畜ルールなんですけど、とりあえずゴールドがポ、ミュウツーピカチュウリザードの3枚揃ってコンプしてます。はい。でこのミュウはなんか隠しカードみたいな感じで、あるミッションを達成したら、もらいました。それが図鑑じゃねえか、 この右下のテーマコレクションか、関東図鑑、関東のポケモンカードですね。これ集めたやつ150枚集めたらもらいましたね。はい、こいつこんな感じです。うん、はい、まあとりあえずなんかバコバコ引いてったら溜まってました。まあレア度に関係なく集まってればいいってことだよね。いや、そうだよな、これゴールド3枚とかだいぶハードル高いもんな。で何がね僕の中でどれが一番取るのきつかったかっていうと、ピカチュウはリスマラで当てて、でミュウツーはスビキで、リザードンは、ガチャポイントがですね、何ガチャポイント、ガチャって言っちゃうけどこれっすね、パック開封ポイントか、これがマックス2500に溜まった時にパック開封できなくなっちゃって、もう買えなくちゃいけないっすよみたいな、強制的に交換モードになって一番マックスの2500ポイントの、リザードンに交換しましたって感じですね。あ、このゲンガーとか持ってないな、でまだ持ってないの結構あるんですよね。星2が多いですね。この怪力でしょ、このゲンガー持ってないし、フィーザーのこのイラストとこのファイヤーのイラスト持ってないっすね。でマチス、サカキ、キョウ、カツラ、このサポーター系のやつも持ってないな。エリカ、ここら辺も持ってないんだよなこの星に、まあ星にが多いっすね。まだまだちょっと持ててないって感じですね。で戻りまして、ミュウツーがあって、こいつがミュウツーのイマーシブは2枚当たりましたね。でピカチュウ3枚か、だから3枚これエフェクトゲットできると、1万8000、あ、これ交換できちゃいますね。まあリザー、まあミュウツーもあれか、1枚余るか、ゴールドとこっちでね。いやこのさエフェクトもさ、どのタイミングでやればいいんかな、またなんかいいの来そうだよね後で。すげえよな、この出した時のエフェクトのために必死で当てた1枚を交換すると。いやこれでもサポートは嬉しかったな、サポートとかはねもう使うからね、まあ、2枚ずつ欲しいけどね、なかなかこれもきつかったですね。あとサンダーがめっちゃ当たりにくかった。サンダーデッキ完成するまで終われませんみたいな感じで、このサンダーとこっちのサンダーかがバコバコって最後の方当たってよかったですけどね。はい、そんな感じです
はい、でも結構さこれさパックはね毎日2枚ね無料でも引けるからあれですけど、その辺引き終わってでミッションとかもね、ドロップイベントとかの、まあ、ラプラスの全部やったりとかしたんですけど、まあ、することなくなっちゃうんですよねこれ割と早々に。このイベントマッチの方も45勝利いけたんで、まあ、この辺は今みんなちょっとやることなくなってんじゃねえか状態だとは、はい、思います。あの暇な時にねあと1回だけあと1回だけってねやっちゃうんですよね。まあ、短いしね、うん、僕がねちょっと好きなデッキだと、まあ、ミュウツーデッキはね、まあ、強いけどサーナイトとかがちょっと揃うまで、うん、少し重ったるいかなって感じであんまり使ってないです最近は。よく使うのがこのピカチュウデッキですね、サンダーとピカチュウ EX、まあ、マルマインとかにしてたんですけど、これビリリ玉とあのマルマインか、はい、まあ、壁役として置くってやつですね。まあ、進化なんで2枚2枚で計4枚いるからレッドカードとかの枠取られちゃうから、まあ、一応ピカチュウ2個にしてます。はい、ピカチュウ2枚とレッドカード2枚入れてます。レッドカードって意外にさ出されるとさうぜえじゃん。よく使いますね。あとこっちのスターミーデッキっすね、これも強いよね。エネルギー2個で90ダメージ与えられてるね。ただね霞がね、俺霞の相性悪いとかあるのか分かんないけどさ全然出ねえんだこいつが。本当にすぐ裏出ないこいつ。本当になんか4枚連続とかさなかなかいかないっすよね。で僕が一番好きなデッキがこれですね。何デッキだ、ガラガラデッキ、ガラガラ日記じゃん、ガラガラデッキ。これのねガラガラのねエネルギー2でね160ダメージをねぶちかましてね、もうずっと無双できるっていうね、このねギャンブル感が好きっすね。はい、結構ミスり続けるとかあるんですけど、ガラガラで削ってる間にカエリキー育てて、でカエリキーで確実にぶっ放すみたいなもやってたりとか。ただこのガラガラ日記だとこのカエリキーシリーズで6枚取られるんで、なんかもっといいのないかなっていう感じで今でもう一個作ったのがこっちのこのエビワラーにしたバージョンですね。ワンリキーシリーズを抜いてエビワラーとレッドカード入れた状態ですね。あとなんか榊とか増えてるのかなデッキです。このエビワラーさ、ヒットポイントが80あって、そのエネルギー1個でまあ30ダメージ与えられるか、20じゃなくてね。で逃げるも1エネルギーだし、割となんか最初のガラガラカラカラがね揃う、いかに最初に揃うかが勝負だから、まあ、これまでの時間稼ぎにエビワラ使ってるって感じですね。ちょっとじゃあこれで1戦だけやって終わります。はい、さあ行きましょう。最初の手札大事よ。 OK、 交互がさあお願いします。お、いいね、これは勝ったんじゃないですか。ガラ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 揃ってると、いやースニドランド、なんだこのデッキよくわかんねえな。さあとりあえずレッドカードは勘弁してください。はい、やっぱりレッドカードは嫌だよね。ああ、さあモンスターボールで何デッキだこれ、ちょっと見たことねえな。ニドランデッキ、こう初めて戦うかもこれ。強いのかな、ネズミデッキ。ネズミと猫いるけど。いきましょう。猫にご飯。はい。1枚引いていく。よし、これでもう打てるからね。はい。いや、もう強いぞ。結局、手札と。さあ、これはなかなかいい流れっすね。もうね、1枚も出さずに、詰めていくと。でね、これ 80×だから、いや、ゼロあり得るんですよ。あっぶね、マジで。本当に危ない。80足すじゃないからね。よしよしよし。これはもう完全無双モード入りましたね。もうこうなったらもう勝ちですよ。はい。もう間に合わないでしょ。もう降参してもいいよ。うん、いいよ。ありがとう。なるよね。そう。なるよ。わかるわかる。うん。オッケー。まあ、レートとかないからな。負けようがね、勝とうが今、あんま関係ないからね。エンブレムとか、イベント以外は。うん、さあ、ニドリーナ、噛みつく30進化。この後なんだ？さあ、30全然痛くない。はい、全然痛くないよ。さあ、はい、ちょっとなんか、引き弱いけど。まあ、とりあえず1枚表出た時点で、ほらほらね。はい、次ニドクイーン来ました。あ、これ戦ったことねえな、ニドクイーン。自分のペンチのニドキングの数×50。え、自分のペンチのニドキングか。
だから大丈夫か。危ねえ。いや、これで、どうしようどうしようどうしよう。夏目使っとくか。で、一応回復しとこう。いや、これでとりあえず、一匹は消し飛ばしたい。エネルギー。エネルギーなんかもういらねえ。頼むよ。いや、頼むって。ほんと、ほんと、あっぶねえ。ほんとにマジ、気をつけろ、マジで。おーし、これで2匹目。いや、気づくっす。ダメだ。ちょ、やばいやばいやばい。いや、もうこれで決めるわ。あ、これで、あぶね。ちょっと2匹目用意しつつ。これで終わりです。 OK、 1枚からの2枚。はい、すごいいい勝負してくうおー、弱点か。なかなかファイティングスピリッツに溢れておりますね。いいですね。はい、じゃあまあね、これね、エビワラデッキなんでね、最後はエビワラにとどめを刺させていただきます。ありがとうございます。いけるか、いけるのか、これいけるか、ワンチャン、ワンチャン、よし